よっしゃ、ゲームやっていくぜ。どうも、ライスゲームズのライスでーす。よっしゃ、今回で最終章いくぜー。セーマの功績。一応ね、アイテム整理をして、セーブまでやっておりますと。で、武器がこんな感じで、まあ、結構あるんだよな。意外と、買ったんだけど、節約しなくてもいい感じになったな。いや、最初は武器が足りないんじゃないかと思ったけど、案外足りそうだな。というところでやっていきたいと思います。いやー、もう5体だからね。確かこれ第2形態まであったんだっけ。こいつ76万の HP、 たっけー。うわー、バカじゃないのこいつ。バカだよこいつ、マジバカ。は、攻撃力 55?85?85 ひどっ。85とか瞬殺されるじゃん。でな、こいつが強いんだよな。それは覚えてる。こいつが超強いから、こいつらを気をつけないといけないんだよ。あと気をつけるやつは誰が、あんまないか。とりあえず多分これボス撃破するだけだから、みんなで右側か左側かどっちか行けばいいだろう。この宝箱めっちゃ気になるけど取れないんだよな。盗賊もいないし、なんだ、杖使えるやつもいないし、だから取れないんで、これは無理だな。というところで出発進行。はい、とりあえず右側から攻めたいと思います。でここね、あれなんだよね、森とかじゃないからね、結構ね辛いんだよな。森とかがね、前回みたいにあったら意外と死ににくかったんだけど、ここは本当に何もないからね、辛いんだよな。これ なんかない？なんか床にさ、なんかない？属性アップみたいな。ない、なさそうだな。うわぁ、なんもないな。きついな、これ。遠くから、あれだな、魔法攻撃してくるやつとかが来たら結構きついな。うわぁ、てか、結構来るな。あー、そっか、最後あれしよったな。あ、アウトドラム使っとったな。はい、チェキー。あ、なぜ2回切った。あ、1残ってたんか。バカな、1残ってたって。あ、じゃあこれ、あー、よかったよかった。デステル、あ、デステルってこんな感じだったんや。ういー、いや、こうやって見ると HP 超高いな、48って。まあ相手76ぐらいあるけど。あー、ちょっとアニメーション見せたな。あのドラゴンどうにかしないといけないんだよな。とりあえずアニメーションをオフにしよう。速攻リオンを倒して、もうこのゲームを終わらせないちょっときついんだよな。雑魚敵はもうこいつで倒そう。はい。オッケー。はい、オッケー。あのゾンビだよな。お、扉の鍵。あ、マジで？あ、マジで扉の鍵ゲットできるの？これは、でかいぞ。扉の鍵ゲットできちゃう。取りたいな。はい。来るかな。来そうだな、こいつ。左から来るか、やっぱり。お、おっと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 。おっとっと、喧嘩売る？喧嘩売っちゃう。あ、でも敵来ないっぽいな。こいつら倒したら終わりっぽいな。じゃあ、あれだな、先に敵全員倒しちゃおう。届かんし、届かんし、届かんし、全員届かんのかい。ふざけんな。ドラム、オッケー。まあ、ジークリンデがあるけどな、使いまくっていいぞ。あー、でもまだレベル13なんか。いや、そりゃそうだよな、レベル上げはできないからな。それはだってディッセルでさえレベル19だもんな。あの激闘を繰り広げたエフラムでさえまだレベルがマックスじゃないもん。あんだけ戦ったのに、まあ、経験値6しかもないんけ、しょうがないか。あ、これ右下のやつしないの、大丈夫か。大丈夫やろ。ぜエフラム、もう使いまくれ使いまくれ。おい、宝の鍵。お、宝の鍵もあるか、いいね。はいよー、オッケー、よいしょ、オッケー、楽勝だな。これ大丈夫？
大丈夫。多分下手したら死んどった。あのドラゴンが来るかどうかがね問題なんだよな。別おお一撃で死んどったな。危ねえ危ねえ危なし。キラーボー関係ねえわ。これ倒しちゃおう。デュッセルでーす。ピア30。何あこいつ強いな。普通に長槍ないか。攻撃したいかな。これできねえな。あこれで終わるにゃん。うわー47 3% の確率死ぬか。いや 3% ならしないやろ。 OK。 うーんこれちょっとこいつな手やりかうざいな。うざっす。うざうざっす。こっち寄って持ち物を傷薬と。で宝の鍵ゲットしたから左の宝の鍵を開けるか。手やりがうざいな。おっと大丈夫よ。問題ないよ。あれ左から敵コンクだっけ。まあいいや。コンクなるなら別に手やりか。あー 100% や。オッケー。宝の鍵届かない。でここでゆっくり回復していこう。フラットのデッセルとペセッカ輸送部隊受け取る。傷薬持ち物を使う。オッケー。これ全回復ゆっくりと。宝の鍵、宝何が入っとんかな。これがすごい強いやつやったら天使の衣か。運が上がるだけか。使っとくかエフラムに。エフラムで使って、あ、HP が増えるのか。待てよ。HP の上限値はないんか。ジェフライム使っちゃおう。ちょ、これ、あれやな、天使の頃も相当装備しまくったら、超強いキャラクターができるんじゃないか。うえー、いいね。ウィーンってなってほしかったけど。持ち物を気づくぞ、リーッと。じゃあ、左もあれだな。ドーピングだ。ドーピングアイテムだな。トッポエッカもったいないな。受け取るーと。よし、いいぞいいぞ。で、あのドラゴンが誰と戦うかだよな。こいつが一番厄介だからな。これでいっか。防御力も上がっとうしな。こいつでいけるはず。来ると思うけどね。オッケー、回復回復。傷薬はもうマックスになるまで使わない。もったいないとか言ってらんねえからな。よーし、いけいけ。3でも回復しとくよ。さあ来い。お、来た、やっぱり来た。お、避けるね普通に。どんだけ強いかだよな。おいおい、強え。威力 34? やばいね。しかも防御クソ高。うわ強っ強っ、めっちゃ強っ。一撃じゃん。一撃ではないけど一撃じゃん。ほぼ一撃。蹴り方尋常じゃないな両方。うわ倒した倒した。十分十分。あれこれまっすぐ行かないけんのか。あー右からやー行きたいな。右のこのちっちゃい通路から行きたいな。ちっちゃい通路から行くか。よし、ゲイゲイ。よーし、いくぜ。お、来た。デッセル、デッセル。はい。おお、なんか来たぞ、なんかいっぱい。いっぱい来たぞ。あいつら来るんじゃないか。来るなら、来るなら、ここで短終了したいな。こうして。フラムを回復しとこう。受け取る。エフラムはねこのちっちゃいやつを使えば問題なし。
したらこいつもマックスにしとくか。 OK、 来るかな、左側のやつ来るか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 、来たー、マジ来んなよお前ら、ちょっと来るまでカットしょーって。お前も来るんかい、しねバカ野郎。ドゥ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 、お、レベル20になったな。もう関係ないけど、もうここまで来たら関係ないけど。じゃあエフラムで戦おうかな。エフラムでこれを手持ちを手やりにして、持ち物の方じゃなくて輸送部隊受け取るの傷薬からの持ち物の傷薬、よし OK、 よしここで待機。エリークは地道に復熱と戦うようにやると OK、 よっしゃ来い、来たエリーク反撃、強い、さすが。あー、あれがあったらな、本当にハマーンがあったらな、すげえ使ったのに、使ってたのに。あー、手やりはねいっぱいあったような気がするんだよな。預ける受け取る、手やりは結構あるから、ちょっと手やりは使っていこうかな。装備よし OK、装備だ、あれミスター、まあいいや、ここにやっとこう。じゃあエリークは、あー待てよ、来るんじゃないか、あー来るね、うーんちょっとこれ回復しとこう、はいはい、オッケー。この武器は、お、あと4回しか使えんのか。まあ、ジークリンデがある関係ないけど、ジークリンデ強すぎだろ。このままでいいか、手やりにしとこうかな、はい、このままでいい、さあ行くぞ。いやエリック強いな相変わらず、やばい、ファイアーエンブレムが面白すぎてやばいな。俺このままずっとファイアーエンブレムのなんか信者になりたいわ。もうガチで、あれだ、なんだっけ、あれだよ、iPhone のヒーローズやろうかな、ガチ勢で。いやーこんなに面白いけどな。でも実際携帯になるとどうなんかな、なんか面白さに欠けそうな気がするけど。はい、オッケー、鉄の弓と、オッケー、デッセルで行く必要ない、よしこれで行こう。まあ2人ぐらいいけるでしょう、キリソード、さあ来い。来ないのかーい、じゃあ殺す、でこれ持ち物傷薬っと、いいね。でも最終章前はやっぱりあれだったな、ちゃんと買い物しとった方がよかったな、全部買ってよかったな。なんかちょっとお金余らせた方がいいかなと思ってちょっと余らせてたけど、そんな気遣いは全くなかったな。まさかアイテムショップ屋に好きなところに行けないなんて思わなかった。一応ショップ屋あったんですけど、しょぼいのしか買えないんですよね。でこいつらなんかストーンかなんか使う、ストーン使われると一番厄介だからな。お、ストーンあるね、ストーンあるね、あストーン何人か持っとうな、めんどくさいな、めんどくさっす。うわー攻撃力高いな相変わらず。はい、オッケー、あ2体ぐらい来たらちょっとやばいな。エフラムが10、うお待てすごいな、カンストめっちゃしてんな、ま、防御力以外。ちょっと待てよ、あそっか撃ったんか、魔除けでも使おうかなと思って。うーんどうしようかな、魔法高いなこいつ、11、10、16、あ16か、16一番高いな。聖水持ってる？聖水ある？聖水で戦いたい。聖水あったっけ？マジあったっけ？あれあれあれ、よっしゃ来たー。あれー。
ざけるな。使いたい使いたいのに、聖水使いたいな。クソ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 。どうしようかな。もうエンガムでいくか。交換。はい。手やりでいいな。手やりでいいな。よし。で、持ち物。あれ特効薬じゃない。あ、ミスった。あ、ミスった。あ、ミスってる。またミスってる。あ、クソーミスってる。ミスってる。クソ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 。もうミスしたっていいじゃないか、別に。あー、クソ。ディスガイアならもう一回やり直せるのに。クソー。おー、止まったら全然大丈夫だった。相手来ないぞ。全然来ないぞ。キルソードを装備して、ターン終了。来ないなら全然問題ないわ。よかった。捕まんでよかったわ。オッケー、キルソードナイス。経験値全然もらえんな。はい、キルソード、うぃー、さすが 30% よう出るな。 50% かもしれない。 50% でも出すぎやけど。で、節水を使う。あ、節水じゃない、待てよ。これで交換しよう。これで交換して節水を、ほいっと。で、これで突っ込む。どうしようかな。ここまで来て、聖水、ゴン。これ、服従できたらいいんだけど、多分できんだろうな。最強の防御力になっちゃうから、ね。お、17。いいんじゃない ?HP が59で、あ、55で、これだけの魔防は最高値じゃないか。全然違うけど、まあいいや。あの装備のエリークなら、多分聖水使ったら最強になるな。魔法特化に。あ、こいつら5巻じゃないっしょ。おい、1ずつ減っていくんぞ。ふざけんな。ほら、こうしてこいや。うわ、それでも23なの。やばいね、2人。3分の1、3回連続当たったら死ぬじゃん。あ、待てよ。こっちストーンやったな。こっちストーンやったら先こっち殺さないと。しかも命中21だよ。うわへー、終わりー。いけ、エフラム。お前がナンバーワンだ。これちょっと近づいとこうか。こいつは多分あんまり動かんと思うよね。お、支援できる。ほんまに。支援できんだな、できない。そう。意外とね、ファイアエンブレム支援ができるの。おーっとっとっと、全然来ないじゃないか。なんだよ、こいつ。ビビリかよ。ビビリグーン。あー、全然楽勝だな。相手が動かんのやったら全然やな。あ、支援できるんやったね。エイリーク、君を守ることにしたって。はいはーい、飛ばします。もうね、支援見たい人は別の動画で見てほしいな。もう無理だ、俺は全部見たいなと思ったけど、いや、さすがにそれはいいやと。えい、手やりー。よいしょよいしょ、完璧。こいつら動かんの超いいな。はーい、怖くない。もうエフラムやぞ、こっち。よし、とりあえず倒して。よし、オッケー。固まるなよ。よし、オッケー。はーい、完璧。じゃあこいつを、あー、ちょっと遠いな。あ、届く、やった。やりー、よいしょよいしょ。ね、ドゥ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 。で、多分あいつも動かないと思うから、まあ、射程範囲外にいれば問題はないでしょう。さあ、来い。アメリア。お、そっちが来る。あー、それはうざい。それはうざいぞ。そう、手やりがないぞ。よいしょよいしょ。キルソードで一撃しないかな。しなんね。鉄の槍で一撃かな。はい、オッケー。強いね。てか、もう敵、雑魚敵が本当に雑魚敵だな。それがいい。雑魚敵で強いゲームいっぱいあるからな。よいしょ、オッケー。スルスル、はい、オッケー。はい、オッケー。あ、今回楽勝だな。
なんか前回のノーマルモードより簡単な気がする。まあ、簡単な理由としてやっぱ死んでもいいってほんと楽だね。死んでもいい、超楽。あ、別にいらんキャラクターなのに死んだ、まあいっか進めようっていうのがねできる。まあ、このゲーム、これはできるどころかリセットはあんましちゃいけないっていう縛りでやってるけど、まあ縛りそんなに縛れてないけど、これ全部使っちゃおう。よいしょ、エリック狙ってこんかな。んですよね。おお、エリック狙ってきた。ファイヤー、オッケー、もう全部使っていいぞ。おお、まだ来る、いいね。ファイヤー、もうここでレベル上げる必要はあんまないけど、鉄のあキラボー死ね、オッケー、ドゥ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 っと、いいね、さあ来い、ファイヤー、オッケー、おい、壊れちゃった、いいよ全然。まだ来るか、あーうざいな、ちょっとゆっくり倒したいんだよなこいつは。はい、ちょ相手のターンがうざいな。はい、終わりに。おい、50ゴールドいらねえ、なぜ手に入った。はい、一撃ファイヤー。あー、メディアで倒したいけどこれは無理だな。はい、火のやつ避けるね今回、いいよ。あー、まだ来るやっぱり。はやー、このね援軍がね、ファイアーメンを嫌いなんだよな。援軍来すぎ、なんか3回とかにしてほしいな、2回3回とかね。よいしょ、てかずっと、ああなわけないか、ずっと使い放題かと思った、全然なくならねえなと思った。で来るな、武器なくなっちゃうよラスボス倒す前に。パターン入ってんだけどな。よいしょ、よいしょ、あ、特攻薬しかないか、もったいない。え、特攻薬しかないんかい。これでこの移動で変なとこから敵が来たりはしないよね。まだ来るの、めんどくせえなこいつら、ちょっとジクリンでなくなるぞ。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。